ストライクの確率を上げるフォームを身につける。投球フォームでコントロールの土台を作る。ストライクを狙う際にはボールをコントロールし、力を伝えるための土台となる投球フォームが重要です。しっかりとした投球フォームを身につければ、威力のあるボールを安定的に投げることができ、コントロールも高めることができるのです。フィニッシュでバランスを崩したりするとストライクは量産できません。まずは川添プロの前傾の強いフォームと一般的なフォームとの違いを見ていきましょう。ボーリングでオーソドックスなフォームとされるのがスイング中心のフォームです。